や。こちらですね、第15試合は、ホスト VS ブレイキングダウンに人生をかけるイケメンですね。はい、あ、山川くんとあれですね、サキトさんの戦いですね。イケメン同士の戦い、これ楽しみですね。いや、これはイケメンですよね。どう考えてもイケメンじゃないですか、二人とも。どっちが勝つと思いますか、こちらは。え、アリシャン、どっちがタイプの？実はあのサキトくん、あの普通にプライベートでお会いしたことあって。あ、はい、そうなんだ。あのお友達、ホストに通ってるんですか？はい、いや、違います違います。三井で？三井ではないです普通にあの友人を介してお会いしたことあるんですけども。ああ、そうなんだ。はい、あのやっぱ気合い入ってるなと思います。いますよね。違う違う、どっちがタイプか聞いてるの？はい、タイプを聞いてるんですかいやー、まあサキトくんですかね、はい、目の前にいるんですけども。あ、いるいるいる、すみません、よろしくお願いします。お願いします。そうですね、アリジャンさんとは一回食事したことありまして、はい、韓国料理を、はい、食べたことあって、はい、そうなんですね、はい、僕の、はい、国の料理を一緒に食べました。へ、はい、ホストだといつもお酒飲んでるんですか？でも、まあ、そうですね、お酒飲みます。酒強いですか？お酒、そうですね、好きですし、強いと思ってますね。もう酒も喧嘩も強いと。はい、負けないように。どうなんですか、今回バチバチに言い合ってますけど。そうですね、なんかかなりあの職業差別をされたりとか、まあどうなんですかね、でもまあやるからには勝つだけかなと思ってます。本当にあの練習もしてきたんで、まあ、お酒は飲んでましたけど、まあ、練習もかなり積んできたんで、やることやろうと思ってます。なんかそのホスト業界を否定されてるっていうのもあって、多分そのホスト全体を背負ってみたいな気持ちが強いですか？そうですね、なんかあのオーディション後になんかかなり全国のホストさんから DM いただいて、あのホスト業界ならずそのキャバクラ業界だったりとか、いろんな水商売業界の人たちからすごい DM で、あの職業差別されたんだから勝てみたいな応援メッセージいただいたんでね、それを代表してあの出るからには必ず勝ちたいなと思ってます。頑張っていただきたいですね、うん、はい、佐久さん、ありがとうございました。ありがとうございます、ありがとうございます。応援よろしくお願いします。頑張ってください。かっこいいですね。かっこいいですね、うん、だってもうこれで勝ったらあの全てを手に入れた男みたいになりますよ、本当に。確かに、ね、頑張っていただきたい。ホストで強かったらすごいですね、うん、それは。はい、最後までご視聴ありがとうございました。